オルカが採用しているコンフィグラブルアーキテクチャでは、内部構成のカスタマイズを自分で簡単に行うことができます。アナログコンソールの時代には、コンソールのカスタマイズはよく行われていました。これがデジタルコンソールの時代になると、内部構成のカスタマイズをソフトウェアを使って行うことも可能になりました。しかしながら、それができるのはハイエンド機に限られます。ハイエンド機が利用できない多くの場合には、大きめの規模のコンソールを使用し、足りない部分は外付けのサブコンソールや DSP を使います。レイテンシーや音質への影響も見逃せません。コンフィグラブルな構造は、様々な用途、それぞれの現場にシンプルで柔軟に対応できる理想的なソリューションです。オルカが採用しているコンフィグラブルアーキテクチャでは、内部構成のカスタマイズを自分で簡単に行うことができます。具体的には、ユーザーが128のチャンネルモジュールを入力チャンネル、出力バスに自由に配分できます。例えば、FOH コンソールでしたら、入力に多くの数を割り当て、85チャンネル、90チャンネルといった潤沢な入力チャンネルを構築することができます。モニターコンソールでしたら、イヤモニや Qboxに対応するために、バスに多くの数を割り当て、48AUX を超えるような構成も実現できます。このような基本的な構成のカスタマイズだけでなく、現場で起こる様々な追加リクエストへの対応も簡単にできます。例えば、急なゲストの参加で、ボイスを2チャンネル、楽器を4チャンネル、任意の場所に追加するといった対応も簡単にできます。また、収録用にステレオバスを追加して、MC と歌を除いたステレオミックスと、MC と歌を独立して出力するといった対応もスムーズにできます。コンフィグラブルな構造は、様々な用途、それぞれの現場にシンプルで柔軟に対応できる理想的なソリューションです。